シュパンゲンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部シュバルムエーダー、軍に属す小都市である。現在の広い地域は1970年から1974年に、かけて施行されたヘッセン州の行政、地域改革によって、現在市区となっている地域がシュパンゲンベルクに合併したことにより形成された。シュパンゲンベルクは1261年に、 初めて文献に記録されており、1309年にトレフフルト家により都市圏が授けられた。シュロスベルクの上に立つ出版ンゲンベルク城が町を閉芸している。この城は2世紀の間、ヘッセンホーハクの館あるいは狩りの城として使われ、その後は牢獄やプロイセンの林業学校としても利用された。1975年に市は スタートリッシュアナーカンターラフトカートの肩書きを得た。2000年からは公式にリービンベイクストットというニックネームが採用されている。この街はドイツの人口重心にあたる。シュパンゲンベルクはシュバルムエーダー軍の北東部南東のシュテルチンガー山地及び西のメルズンゲン山地の斜面に位置する。大都市カッセルから南東に直線距離で約 35km の距離にある。 市の中心街は、市内を流れるエッセバフハ川が、やはり市内を流れるフルダ側、西川の支流プフィーフェ、川に合流する河口の北東にある。シュパンゲンベルクは、基本的には、ブチスナ島の地層にあたるが、カラハイ島やクバイ島の地層も見られる。シュパンゲンベルクは、北は、ヘッシシュリヒテナウ、西は、バルトカペル、南東は、ローテンブルクアンデアフルダ、南は、アルハイム及びモルシェン。 西はメルズンゲンと境を接する。シュパンゲンベルク市は以下の12の市区からなる。シュパンゲンベルク及びその周辺の入植について証明されているのは8世紀のものである。その後、プフィーフェが初めて文献に記録される1037年まで200年ほどを要した。それ以前の920年にメインブレイツヒューソンという名前で記録されている村が メルスハウゼンであるかどうかは結論が得られていない。シュパンゲンベルク市内で現存する最も古い教会は1150年に建造されたメルスハウゼンの教会である。13世紀の初めにツイゲンハインハクはトレフフルトキシカにシュパンゲンベルクの領主権を霊園として授けた。1235年のシュパンゲンベルク城の建設が始まった。その後、ここに住んだ ヘッセンホウハクは、さらなる増改築を行った。シュパンゲンベルクが、初めて記録され、キビタスと表記されているのは、1261年である。この同じ年に、西洋ハネシ教会の建設が始まった。1309年、騎士のヘルマン・フォント・レフフルトとフリードリヒ・フォント・レフフルトの兄弟は、リップシュテッター・ポーに基づいて、シュパンゲンベルクに、都市圏を授けた。 その原本である資料は、ヘッセン州立マールブルク文書館で見ることができる。病院と、セーリーザベトレハイドを有するヌスタットは1338年に、初めて文献に記録されている。トレフフルトケは、困窮と旅重なる、家族葬儀のため、シュパンゲンベルクの町と城を発煎じるバーリンゲで、ヘッセン紅白ハインリヒ二世に売却した。これ以後、シュパンゲンベルクは、 ヘッセン領となった。シュパンゲンベルク城は、紅白の息子夫を二世本ヘッセンの居城となった。彼は1366年にこの城で逝去し、カルメル海の修道院教会に葬られた。1350年、当時のモルシェン、メルスハウゼン、シェンメルン、アウフデアラ・アンデーナの裁判官公シュパンゲンベルクの領主権と統合し、アムトシュパンゲンベルクが成立した。 カルメル会の出版ゲンベルク修道院は1357年に創設され、その年に修道院教会も建設された。現在は移行だけが残されている。1261年に始まった教会建設は1421年になってやっと完了した。視聴者の建設はおそらく15世紀に行われた。16世紀の初めに、 カルメル海舟動員は廃止された。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの版画に描かれた、シュパンゲンベルク1530年、クベンテル集落と交換で、シュネルローデ、フォッケローデ・ディンケルベルク及びバイデルバフ派の集落が、アムトヘイシシュリヒテナウから、アムトシュパンゲンベルクに移管された。30年戦争では、アムトシュパンゲンベルクに属するすべての村が人大な。 被害を受けた。18世紀には、リンネル生産が出版ゲンベルクで重要な役割を担うようになった。1789年から1790年に、アムト出版ゲンベルクは、ヘッセン砲白領内のリンネル生産を牽引し、輸出を行うようになっていた。1821年のヘッセンの行政改革により、軍が設けられ、アムト出版ゲンベルクは廃止され、 メルズンゲン群に属すこととなった。19世紀半ばには、シュパンゲンベルクで、サークルが設立された。1842年の男性合唱団、リーダーターフェルや1863年の TSV1863、シュパンゲンベルクなどである。1874年、鉄道ラインフェルで、トライザ線の建設により、シュパンゲンベルク経済は推進力を得た。 シュパンゲンベルク駅は1879年に開業した。この頃、シュパンゲンベルクには多くのユダヤ人が住んでおり、その多くは商業を営んでいた。この町の出身者で、ザルツマンコンプの創業者、ハインリヒザルツマンは、苦悩とエルゼの伝説にちなんだ、リーベンバフハ記念碑を1902年に建立した。1910年から1911年に、 オイレン島の旧私立学校、現在のブルクジッツ州での建設が始まった。1913年6月15日、皇帝ウィルヘルム2世がこの町を訪れた。この頃から、上官は林業学校として利用されるようになった。1930年代には、ヒトラー政権を逃れるため、多くのユダヤ人がその土地を売却した。1945年の復活祭の日、 アメリカ軍の正位大攻撃により多くの家屋や上官が犠牲となった。これにより上官はほぼ完全に破壊され、1950年代にヘッセン州の援助によって再建された。戦後、ドイツの奇跡的経済復興の時代に、シュパンゲンベルクには多くの企業が設立された。中でも、ビルヘルム・クルマン・ゼーゲンファブリークはこの町最大の雇用種となった。 ビンターノートのシュパンゲンベルク部熟実修炉の新校者が1972年に開校し、学校の慢性的なスペース不足は解消された。ヘッセン州の行政、地域改革により1970年から1974年までの間に、それまで独立した町村であった12の町が、シュパンゲンベルクに合併した。同じ1974年には100年以上にわたって、 存続していた、可能年鉄道の旅客運行が廃止された。数年後には、貨物運行も廃止された。この路線跡は、市内で路上がわずかながら見られるが、全路は撤去されている。旧駅舎は1994年から幼稚園、アルター・バーンホーフとして利用されている。シュパンゲンベルクの市教会、シュパンゲンベルク市民の多くは、プロテスタント信者である。シュパンゲンベルクは、 プロテスタントのクアヘッセンバルデック教会に属している。シュパンゲンベルクのプロテスタント教会組織は、ヘルスフェルト教区のメルズンゲン教会クライスに属す。カトリックのシュパンゲンベルクモルシェン教会組織は聖、ペトロ・カニジウス四国連盟に所属しており、古田市教区のフリッツラー主席司祭区に属す。ユダヤ教のシナゴーグは、現在のウンターガスセにあった。 その建物は現在住居として現存している。宗教上の用具は水晶の夜以前にカッセルに移されていた。その一部はニューヨークユダヤ博物館で見ることができる。1933年の時点で出版ゲンベルクには109人のユダヤ教信者が住んでいた。1935年9月15日の夜、NSTP の地方指導者テオバルト・フェンナーの主導で、 ユダヤ人家族の家で働くすべてのアーリア人、家政婦が強制的に連れ出された。同じ夜に、マルクト広場では国家社会主義者による松末行列が行われ、これによりユダヤ人家族の住居や職場が数多く破壊された。この事件は、シュパンゲンベルクからユダヤ人が流出することを促進する原因の一つでもあった。1981年シュパンゲンベルク氏は、 シュロスベルクのユダヤ人墓地に、迫害によるシュパンゲンベルクの犠牲者を追悼する記念碑を建立した。これを主導したのは、シュパンゲンベルク・ブルクジッツ州での学生たちであった。2008年4月29日に、グンター・デムニヒは7つのつまずきの石を付設した。現在、シュパンゲンベルクには再びユダヤ人が住んでいる。 シュパンゲンベルク市長者シュパンゲンベルクの市議会は31議席からなる。2009年11月29日の選挙で、当時現職だったペーター・ティ・ゲスは、対立候補、マルティナ・ベルナーを僅差で破り、さらに6年間シュパンゲンベルク市長を務めることとなった。彼の得票は50.4%、対立候補者のそれは49.6%であった。投票率は、 66.4%であった。シュパンゲンベルクの市長に関する記録は1321年にまで遡る。第二次世界大戦後の市長を以下に列記する。姉妹都市を示す案内版シュパンゲンベルクは1990年からチュ元リン州の都市トレフフルトと姉妹都市協定を結んでいる。1997年にはフランスの小都市サンピエールドレロン及び ポーランドの都市プレシェフとの間で三社姉妹都市協定を締結した。これらの協定締結には、シュパンゲンベルク姉妹都市協会が尽力した。シュパンゲンベルク城リーベンマフ派記念碑この町の象徴的建造物は1235年に建設された、シュパンゲンベルク城である。その旧武器貯蔵庫には現在、狩りと城の博物館が入っている。郷土博物館は、 市街地の中心ブラウハウス広場に面している。ここにはかつて、ヘッセンホーハクフィリップ一世の愛称、マルガレーテ・ホンザーレが住んだブルクジッツがあった。マルクト広場には、1902年に、ハインリヒザルツマンが建立した泉、リーベンバッハ記念碑がある。この記念碑は、クノートエルゼの伝説の死の場面を表している。下記には、金曜日ごとに、 マルクト広場でこの地域の産品を販売するケラーマルクトが開催される。マシーネンリングシュパンゲンベルクは古い農業機械の保存、修復に力を入れている。この会社は毎年シュパンゲンベルク周辺を古い乗り物で周回するイベントを開催している。9月にはキルメスブルシェンシュパンゲンベルクがフェアランデス通り沿いの祝祭広場でキルメスを開催する。そのハイライトは 日曜日に行われるパレードである。2009年8月に、シュパンゲンベルクは、都市圏700年祭を祝った。シュパンゲンベルクはアルスナトゥーラの芸術遊歩道沿いに位置する。この遊歩道は、メルズンゲン方面から来て、シュネルローで、ロッテローデの市境付近まで通じている。シュパンゲンベルクでは、毎年、騎馬競技大会 CSI、シュパンゲンベルクが開催される。サッカーについては、 以下のクラブが活動している。射撃には以下のクラブがあり、愛好者が多い。この他、卓球、体操、水泳、ハンドボール、陸上競技などの種目のクラブがある。シュパンゲンベルク及びその周辺は職場が豊富である。小規模な手工業者、中規模の企業、大規模な企業が市の経済を形成している。保養地産業は、 バラプラスト社とマプラスティック社がなっている。メルズンゲン、フェルスベルク、モルシェン、マールスフェルトが共同で、マールスフェルトのオストハイム地区の近くに、ミッテレスフルダタール産業地域を創設した。エデカグループ、リーウェイグループ、レドルは、シュパンゲンベルクにスーパーマーケットを出展している。各地区には、消防団がある。メルズンゲンのヘッセン警察署が、 シュパンゲンベルク市の全域を管轄している。ドイツ赤十字社のシュバルムエーダー軍連盟は、シュパンゲンベルクに救急車が常駐された救護ステーションを運営している。救急車は24時間駐在している。火災及び救急の緊急通報は、ホムベルクにあるシュバルムエーダー軍司令センターを経由してこのステーションに通報される。道路のシュパンゲンベルクは、 連邦道 B487 号線に面している。市内の各地区は、修道や軍道で互いに結ばれている。アウトバーン A7 号線までは、約 10km である。連邦道 B487 号線、B83 号線、B253 号線を経由して、ベルズンゲにインターチェンジに、 または B83 号線から軍道計15号線経由でマールスフェルトインターチェンジに接続する。シュパンゲンベルクからやはり1 0トル離れた地点にアウトバーン A44 号線が建設中である。公共交通機関この町は北ヘッセン交通連盟に加盟している。バス路線400系統によってこの町は周辺地域と結ばれている。市内の各地区には クアヘッセン地方交通のバスが運行している。1879年鉄道ライネフェルでトライザ線のシュパンゲンベルク駅が開業した。メルスハウゼン、ベルクハイム、プフィーフェ、ビショファーローでの各地区にも駅があった。この路線は1974年までに運行を停止した。シュパンゲンベルクの旧駅舎は現在幼稚園となっている。現在は 隣のメルズンゲンにあるフリードリヒビルヘルム北線のメルズンゲン駅を介して鉄道路線に接続する。中世のシュパンゲンベルクは慢性的に水不足であった。時代とともに多くの水源が開発され、これにより水不足は解消された。上水道システムの整備によって他の地区でも水の供給が確保された。フォッケローデ・ディンケルベルクの市境付近に ケッシュシュリヒテナウと共同でフォッケローデ・ディンケルベルクとビッカースローデのための浄水場施設が設けられた。ブルクジッツ州レ・シュパンゲンベルク・ブルクジッツ州レのシュパンゲンベルクはメルズンゲン学校連盟に所属する共同型総合学校である。その運営母体はシュバルムエーダー軍である。中核市区内にはシュパンゲンベルクプロテスタント教会組織が運営するプロテスタント幼稚園。 シュロスベルクと旧駅舎を利用した私立幼稚園アルター・バーンホーフがある。幼稚園の分校がランデフェルトにあった。市議会の委員会は2011年2月3日にランデスフェルトの幼稚園分校を閉鎖した。ありがとうございます。